遊戯王アニメ作品、遊戯王デュエルモンスターズ、アレックス、遊戯王デュエルモンスターズアレックスは、高橋和樹の漫画、遊戯王を原作とするアメリカのテレビアニメ、4キッズエンタテインメントが制作し、2006年に放映された。全12話、英語版タイトルに合わせて、遊戯王カプセルモンスターズとも呼ばれる。テレビアニメ、遊戯王デュエルモンスターズの番外編として、 制作されたアニメオリジナル作品。劇場作品、光のピラミッド同様4キッズエンタテインメントが制作した。本作ではカードゲームデュエルモンスターズに代わりカプセルからモンスターを召喚するカプセルモンスターズというボードゲームが登場。その設定を軸にストーリーが構成されている。なおカプセルモンスターズは原作初期に登場したボードゲーム カプセルモンスターチェソをモデルにしている。ひょんなことからカプセルモンスターズの世界に入り込んでしまった遊戯たち。そこは凶暴なモンスターが生息する危険な世界だった。現実世界へ戻るため遊戯たちはカプセルからモンスターを召喚し命をかけた戦いに挑む。時間軸的には遊戯デュエルモンスターズの王の記憶編より前の話である。 遊戯王の登場人物も参照。ゲッティング、プレイドディバイドコンカーリューナイテッドアットラスト、フォートレスオブフェアーアイオブザストームトライアルオブライト、アンドシャドーレッド、アイズブラックカーズフルーツオブエボリューションザフィンディッシュ、ファイブ、パート1ザフィンディッシュファイブ、パート2ザトゥルーキング、パート1ザトゥルーキング、パート2、ありがとうございます。